これこの前撮ったドアミラーバイザー、ドアミラーバイザーつきました。そんくらい、このくらい長かったね、これ。長かったっすね。去年の10月12日からですよ、これ去年の11、12、1、2、3、5ヶ月もかかってるんですよ。これもあの資金繰り的にもうキャッシュアウト、これも倒産ですよ。まあ、このスポイラーを支点にして L 字で作ってライトバッフルに固定してます。はい、はい、ということです。はい、宮迫さんでございます車や。チェイサーツインカム24、これもいい車。 Y30 専門店がどうですか。おそらく日本最大級 Y30 専門店出来上がりましたあと1台ございます。はい、すごいね。グロリアちゃんが、取材に来たいということでね、民放ですけどテレビ番組の取材を受けることになりました。詳しくは本編でよろしくお願いいたします。じゃあねYouTube 見たら分かるんですけど、はい、
正月に四国まで僕がトラックに乗って帰りました。へえ、これ四国にあったんですね。1月1日に今年の、はい、トラックに乗って帰りました。へえ、1月1日1月1日2021年のスタートの日、スタートの四国にトラックで行ったんですか。トラックでもう会えるかどうかもわからないメルカリで知り合った人。これメルカリで。メルカリすごっ。メルカリすごっ。へえ。いや、これスタートから僕の目に叶えたらお譲りいたします。わあ、オラオラできたらもう一人いただけたダメなんですね。当時の感じで来るとダメなんですね。もうそういう圧力には屈しませんよ。もう僕はね、圧力には屈しない男になったんで、見覚えがあるからどうしても。もう頭下げません。当時の先輩が何があったんだ。昔何があったんだ。社長発動させてるでしょ。 YouTube 発動させてるでしょ。ありがとうございます。持ってるの下げてほしい。コメント削除してます。いいんですか社長、言って言っていいんですか。あれはもう僕の場所だ。でも言いましたもんね、決めましたもんね。権力には屈しませんと。屈しませんよ、僕は圧力には屈しません。うわ、これはかっこいい。これはかっこいいぞ。はい。ああ、もう社長より上乗せた。クラウン。クラウンですよね。マークがもうほら。これはだってまだこのマークはよく見ますよ。クラウン。じゃあもうお高い。これはね、意外と安い。ええ。安いですね。こういうのよりは安くなる。そうなんですね。これはもうクラシック。クラシックか。クラシック。だから旧車とネオプラの間ぐらいで。おお。おじちゃんとかが、さゆりクラウンやなって。さゆりクラウン誰ぞ。はい、これです。誰なの。はい。マジマフェリーに乗って、行こうと思っております。すごい、違う姿しかフェリーのお前様だ。行きますよ。あいいですね。こんなシュッとしてるのすごい。私も旧車乗るなら Y3 瀬戸黒、1983年から1986年製の。うわ、ほんとだ、すげえ。で、電話番号とメールアドレスぜひください。はぁ、写真付きでこういうの載ってます。はぁ、ケンメリっていう、ケンメリ人もいれば、コメント欄に分かってんやこいつとか入れるやつもいるんですよ。こういう方がいらっしゃいます。はい、コメントだけもらいました。はい、佐田さんから、はい、ちょっとご紹介しますね。はい、まあ、これ本当のやつですよ。本当のやつ、はい、ガチガチというところで言ってます。Y30 日産グロリアは昔親父が乗っていた車です。おお、めちゃめちゃかっこよく仕立て上げてやってください。これも落ち着いていつか時間ができたら行きたいですといただきました。社長が本当に感動してる。社長頭を下げて、多分これ、佐田さんは見ないと思います。これ、一方通行です。はぁ。なんか、だから、ちょっとこうして、コロナが落ち着いて、佐田さんが大分に来られる機会があったら、そこのガレージ行ってもらいたいっすよね。その頃にはできてるかもしれないですね。ですよね。そこでなんか、おやじさんの話でまた盛り上がるんじゃないですか。おやじさんが乗ってたっていうことは、もう、子供の時に乗ってたでしょ、佐田さんも絶対。ね。ふかふかな応接間みたいなシーン。いや、これは良かった、本当に、もしかしたら佐田さんが YouTube 見てくれるかもしれないですもんね、社長の。伝えておきますか。はい、あ、ぜひ。僕、めちゃくちゃいいねをしてますから。でも、佐田さんこそバッドボーイズだもんな。バッドをしてくるから。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、はい、ありがとうございます。はい、ステッカーもらったぜ。これはあげません。
すみません、あとクロモガーズの前に出すのを最後に見せます。あの、これつけときますね、一人。はいはい、いや、なんかプロと、ね、これ、今の今日はジョニー・グッドさんとこちらの衣装を提供していただきました、ね、ジョニー・グッドさんよろしくお願いします。せっかくもらいました。ファンレター読みましょうか。 あれみたいに探偵ナイトスクープみたいに、いい、ちょっとちょっとちょっとでいいここステッカーをいただきたくよろしくお願いいたします。この手紙と100円で2枚くださいあの2枚差し上げます。100円もいただきませんので、あのお返しいただきます。新潟の方、グルリアのブラムピップ所有してるそうです。部品取り車も持ってるそうです。そうですね、ありがとうございます。あのちゃんと2枚届けますので、今後もよろしくお願いいたします。え、これ見しちゃう、名前見しちゃう、見て100円がちゃんと貼って送られてきたという、すごいね。ステッカーください係、まだまだ余りがございますのでぜひ、あの100円いらないんで、ちょっと今回だけ特別に2枚差し上げます。基本1枚1枚でお願いします。ちょっと面白かったんで、あ、座布団1枚みたいな感覚で2枚差し上げます。よろしくお願いします。100円よ、100円返しますよ。以上、グロリアの取材編でございました。大分の方はですね、OAB の3月12日深夜0時15分、ジョーカーデラックスをご覧ください。僕とグロリアがいっぱい映ってますのでね、よろしくお願いいたします。見てください。こんな並んでやった。グロリアちゃんも帰ってきたんでね、今度詳しくこの帰ってきた模様もアップしていきます。それでは皆さん、またよろしくお願いします。じゃあね、また来てね。